本的に言うと、今目の前に現れているこの世界の映像、そして自分の中を渦巻いているさまざまな感情、それをありのままに映画のように見ていく。いろんな悩み苦しみっていうのがあったとして、そこで生きている自分の状況っていうのをありのままに迎え入れる、そのまんまに迎え入れる、嫌悪したり執着したり、そこに、善悪でとらわれるんじゃなくて、全部ありのままにね楽しんでいけば、この世界ってそのままで楽園なんですよ。ノンデュアリティ系だとね、いかに今この瞬間を受け入れるか迎え入れるかっていう話を結構あちこちでねされてる方もいらっしゃると思うんですけれど、今この瞬間に起こっていることといかに仲良くなれるか、いかにその出来事を愛せるか楽しめるか、ここに一点がかかってるんだと思っていただければいいと思うんです。で、そんなこと言ったってね、今嫌な上司にガミガミ言われてるんだよとかね、そんなこと言ったって今介護で大変なんだよとかね、そんなこと言ったって今借金で大変なんだよって言うかもしれないんですが、例えば皆さん映画とかドラマってご覧になるじゃないですか。で、あの映画とかドラマって大体は起承転結っていうものがあって、起承転結っていうのは落差があればあるほど、ハッピーエンドであればね、最後が盛り上がるわけじゃないですか。だから映画を作る人、ドラマを作る人っていうのはそういうのが分かっていて、主人公がねもう苦労して苦労して最後にバーンって成功するみたいな落差をわざと作って盛り上げたり、あるいは何の起伏もなくどん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 成功に近づいていってしまうと面白くないから、途中で挫折させてみたりとかね、そういう起承転結をわざと作って物語を盛り上げていくわけですよ。だから映画とかドラマってね、挫折とか自分だったら体験したくないなっていう不幸とか、そういうものが結構描かれてるわけですよね。ところが自分自身それを見ている視聴者側であったとしたならば、皆さんそれをね、ああいい話だなと思って楽しめるわけでしょ。で、自分の人生でも本当は常にその視点って持ってるんですよ。だから、一見借金で苦しんで、うわー大変だなって思っている自分の後ろに、いやでもこれでも頑張ってる俺って偉いよなとか、何か一瞬引いた味方の自分って必ずいるわけじゃないですか。それは何も物事を前向きに捉えるとかそういう話ではなくてね、より根本的に言うと、今目の前に現れているこの世界の映像、そして自分の中を渦巻いているさまざまな感情、それをありのままに映画のように見ていくっていうアプローチで大丈夫なんです。で、無理やりそれをポジティブシンキングみたいにですね、肯定的なものに変えるとかね、そんな一切必要なくて、自分の中に湧き起こってくる否定的な感情っていうのがあったとしたら、それを映画を見るようにただ客観的に見てあげる。その客観的に見たその否定的思考っていうものを観察して、それを迎え入れる、ありのままにそれを楽しむ、あるいは映像ですね、いろんな悩み苦しみっていうのがあったとして、そこで生きている自分の状況っていうのを、それを何とかしよう、変えよう、その現象と対立しようっていうことではなくて、ありのままに迎え入れる、そのまんまに迎え入れる。
界の美しさ、味わいっていうのがあるんだっていうところに気づくというあたり、まあもちろん気づくっていうと何か意味を与える、意味合いをつけるみたいな感じに捉えられてしまうことが多いですけど、そうではなくてね、あのありのままのこの世界を迎え入れて楽しむという、味わうって言った方がより正確かな。で、あのそういうスタンスが実はあのこの世界を楽園に変えるね、極意なんだというあたりを気づいていただきたいんですよ。ですから、あのお釈迦さんがね、この世界の苦しみの原因っていうのは現状を受け入れられない、つまり現状を変えようとすることから始まるんだっておっしゃってるんですよ。つまり、まあ、お釈迦さんっていうのは苦を説いたと言われていますし、諸行無常を説いたっていうね、この世で変化しないものはないんだっていう、ことから苦を悟ってね、この世界を離れたんだっていう解釈をする人も結構いると思うんですが、まあ見た目だけを見ると確かにそうなんだけれど、それのいい悪いって言ってないんですよ。つまり、この世ってどん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 変わってしまうよねって、だから悪いんだと、そういう、悪い世界から離れなきゃなんないっていう話をしてるわけじゃないんですよ。で、この世界っていうのはありのままに変化していきますよねって、それを迎え入れましょうっていう話をしてるんですよ。それと戦わないで、人間として生まれたんだから当然、まあ病気になったり年老いたり死んでったりするわけですよ。だから必要以上に肉体っていうものに執着する必要はないですよねって。ただ、反対にそれをね、必要以上に嫌悪する必要も一切ないわけですよね。で、起こるものは起こるんだから、その一つ一つをただ味わい、楽しんでいけばいいだけの話じゃないですか。だから、まあ大島がよく言うのはね、スピリチュアルの人なんかはね、楽しいことだけしようっていう言い方をするんですよ。で、楽しくないことはしなくていいよって、楽しいことだけやってれば幸せなんだよって、言うんだけど、ほとんどの場合は嫌いなこといっぱいあるんですよ。あの、そういうことを言う人に限ってね、あれは嫌い、これを嫌いって言ってながらね、楽しいことだけするって本当にできるんですかって。そうじゃなくて、全部、苦いものも甘いものも、渋いものも全部味わいってあるじゃないですか。だから、渋柿は渋柿でうわって渋く感じるけど、あのうわ渋かったねって笑えたりするじゃないですか。ひどい目あったねみたいなね。だから全部それって人生の味わいだったりするでしょ。で、それを嫌悪したり執着したり、そこに、善悪でとらわれるんじゃなくて、全部ありのままにね、楽しんでいけばこの世界ってそのままで楽園なんですよ。だから必要以上に執着する必要もなければ、必要以上に、嫌悪することもなく、日々起こってくることを、いろんな味わいを楽しんでいく、そういうスタンスができれば、ただ生きてるだけで楽しいですし、で、ただ生きてるだけで本当は必要なこと、体験しなきゃなんないこと、全部起こってきてるんですよ。